竜太は、日本の実業家、フルート奏者、株式会社龍角さん代表取締役社長、東京都出身。父は株式会社、龍角さん4代目社長の藤井康夫、祖父は、同社3代目社長の三代徳三郎、秋田の藤井玄渕から数えると8代目、東方女子高等学校音楽科在学中より、フルート奏者として活動。 東方学園大学音楽学部演奏学科を卒業後、同学部研究科修了。研究科在学中に、フランスのエコールノルマル音楽院に留学。クリスチャン・ラルデに指示し、同高校高等班課程を修了。フランス留学から帰国後もプロのフルート奏者として活動していたが、父、安尾から音楽もいいが、一度は、 ビジネスの世界を経験すべきと進められたことにより1985年に小林製薬に入社。その後三菱火星に勤めた後、病が発覚した父に呼び戻される形で1994年留角さんに入社。翌1995年に代表取締役社長に就任した。入社した当時の留角さんは40億円の売上高に対し、 負債も40億円を抱えている状況にあったが、喉の専門メーカーへと舵事を切ることで、経営の立て直しに成功し、硫さんダイレクトや、お薬飲めたね、楽々服薬ゼリーなどのヒット商品も生み出され、2017年3月期の売上高は176億円と入社当時の4倍以上を上げるまでになっている。社長就任後も現在に至るまで、フルート奏者として活動している。 など、ありがとうございます。